んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは引きこもりから抜け出すです。引きこもりの元々の原因は何でしょうか。多くの人は学校でいじめられた体験があると言うかもしれません。でもこういう同情がいけないんですね。それは引きこもりの人をどんどん長引かせることになります。もしそのいじめられた体験を癒したとしても、また次にあの時実はこんなこともあったと言い出しますよ。ですからいじめられた体験というのは実は引きこもりを何とか許してもらおうとする免罪符になっているわけです。たとえ一度癒して学校に行けたとしても、もともとの性格が変わらなければ社会に出て同じことが起きますよね。社会ではいじめられたからという免罪符は使えません。ですから根本的に治すにはこれではダメなんです。フラクタル心理学は次のように考えます。引きこもりになる人たちの性格はとても傲慢で、自分が一番と思っているんですね。その割には本当の意味で一番になるほどの行動はしないし、努力もしないということなんです。つまり自己イメージと実際の姿がかけ離れているということなんですね。ですからこれをそもそも直さなければいけません。引きこもりの人たちは本当は自己イメージが高いので、どうして現在の自分はこうなんだっていう怒りが生じているんですね。でそれを本当は自分に向けるべきなんですけれども、自分に向ける勇気もなくて、そして親に向けてしまいます。そうすると親は最初はいい加減にしなさいって言いますけれども、やっぱりそのうちに黙ってしまうんですね。そうするとその心の中の自分への非難をぶつける相手がいなくなります。そうすると今度は世間が怖くなるんです。誰かが自分のことを非難しているという声が頭の中にあるので、それで世間が非難するんじゃないかという妄想が始まって、そして世間が怖いとなり家に引きこもるということになります。こうしてこの人たちは自分が臆病なんだ、何もできないんだと自分をあたかも卑下しているような感じになって、傲慢さとバランスが取れるのでここで止まってしまうんですね。こういう心理をこれから直していきましょう。本当はあなたにだってとても素晴らしい人生の目的があるんですよ。それを子供の頃は知っていたから、だからあの高いイメージを持っていたんですよね。ですからそれを取り戻すんです。絶対に直しましょう。そのためには自分の欠点をちゃんと見つめて、それを直す決意をすることです。いいですか。ではこれから誘導瞑想しますね。いつものように6歳の自分、できたら3歳の自分をイメージして、そして聞いていてください。では目を閉じましょう。あなたは臆病なんだね。ずっと引きこもって外に出ないんだね。外に出るのが怖いんだね。誰かに攻撃されそうで、誰かに非難されそうで、だから夜にこっそり家を出られるけど昼間は外に出られないんだよね。そして家族に世話をされているんだね。大人の自分はあなたを助けに来たよ。ずっと未来からやってきたよ。あなたは本当はこれじゃダメだと分かっているよね。親に迷惑をかけているのも分かっているよね。でもそれを認めると自分が変わらないといけないから、認められなくて親に文句ばかり言ってるね。そんな自分がまた嫌になって、
余計に引きこもっていたくなるよね。苦しいね。もうやめたいけどやめられない。そんなあなたを助けに来たんだよ。あなたは親に不満ばかり持っているかもしれないけど、本当はね、あなたがこうなってしまったのは、あなたが赤ちゃんの時、親がとてもあなたを可愛がったからなんだよ。あなたが歩けば親は手をたたいて喜んで、あなたがしゃべれば親は声を上げて喜んだ。あなたがおいしそうに食べているのを見ると、どんどんあげたくなった。そんなにあなたは親に愛されていたんだよ。だからあなたは勘違いしてしまったね。自分は何もしなくていい。自分はいつでも王様。自分はいつでも褒められて当たり前。周りは自分の思い通りにして当たり前。そんなわがままさを自分の当然の権利だと勘違いしたんだね。そんな風な回路を作ってしまったから、それと合わないものは全部ひどい扱いを受けたと感じるようになってしまったんだよ。それで親を罵倒するから、親はもう何も言えなくなってしまったんだよ。あんなに可愛いと思っていたのに、その子に罵倒されるなんて悲しいよね。情けないよね。胸が痛むよね。あなたをまだ大切に思っているから胸が痛むんだよ。親はもう何も言わなくなってしまったけど、世間はそうじゃないのをあなたは知っているから、世間が怖いんだよね。世間はあなたのわがままさを知っている。世間はあなたの怠慢さを知っている。だから世間から隠れて生きているんだよね。そして臆病なんだと言って、勇気がないんだと言って同情を買おうとしている。そして自分は悪くない、臆病なのは自分のせいじゃない、親が悪い、あの時こうしたから、友達が悪い、あの時こんなことをされた、そうやって人を非難していれば、あなたはその非難を自分に向けなくていいと思ってる。だからやめられないんだよ。そうやって自分のわがままを認めずに、周りが怖いと言っていると、それはずっと怖いものに怯えて生きることになるよ。だからもうやめなさい。わがままと怠慢をもうやめなさい。未来の自分はあなたのお尻を叩きに来たんだよ。あなたには素晴らしい可能性があって、まだ未開発な能力がある。あなたのために用意してある生きがいある仕事もあなたを待っているんだ。だからもう古い自分自身を殺して新しい自分を生み出しなさい。もう過去のことをごたごた言うのはやめなさい。過去を忘れて今この瞬間から新しい自分に生まれ変わりなさい。それが恥ずかしいとか言ってる場合じゃないよ。それを認めない限り、あなたは人の非難ばかりする。そんなことに時間を費やすのはやめなさい。それはあなたのために何も生み出さない。もう傲慢も怠慢もあなたには役に立たないんだよ。大丈夫、まだ間に合うよ。あなたはできる、必ずやれる。だから未来の自分がそれを教えに来たんだよ。一切の愚痴を今すぐやめなさい。また愚痴が出そうになったら自分をしっかり止めなさい。ダメって言いなさい。そして今すぐ活動しなさい。それはまず何でもいいの。家族のための料理でもいいし、掃除でもいい。それから社会のために空き缶拾いでもいいし、近所の草むしりでもいい。
自分のためにまだ自分を動かせなくても、誰かのために自分を動かしなさい。そうやって動けるようになったら、自分を肯定できて、自分は生きていてもいいと思えて、そしたら良い仕事が見つかるよ。いきなり大成功しようと思わずに、まずは第一歩を踏み出そうね。あなたにはまだ十分に時間があるよ。大丈夫。未来の自分にとってあなたはとても大事な人だから。いつでもあなたのお尻を叩きに来るからね。それが未来の自分からあなたへの最大の愛なんだよ。あなたを愛しているよ。だから動きなさい。